よいしょ。暑いね。最近いつも始まり暑いねしか言ってない気がする。でもマジで暑い。さて、今日食べるのはこちら、チームッフルっていうね、ローソンの新しいお菓子だね。これはね、なんか一回食べたらね、めっちゃ美味しかったんでね、ちょっとまた食べたいと思います。こういう感じのねふわふわのワッフルって感じ。わかるかな、このプニプニ具合。レアチーズとスフレのワッフルだね。いただきます。うん、ふわふわでマジでうまい。これぜひみんなローソンで買ってみて、多分これ期間限定だと思うから早めに買った方がいいよ。さて、今日ね、何話そうかっていうと、無償っていうもののね、恐怖っていうのをまあ話そうと思います。まあ最近ね、安倍総理大臣が総理大臣として過去最高の任期になったっていうのをね、多分まあこれは皆さんニュースで見られてると思います。まあこれについてね、結構いろんな意見があるんですけど、まあ僕としてはもう単純にまあすごいなっていう思う反面、安倍さんの代わりっていう、まあ自民党の代わりっていうのがいないんだなっていうね、対抗馬がいない日本の政治っていうのにちょっとね、日本の未来に不安になるというか、ちょっと絶望するというか、そういう印象を受けるんですけど、まあ今までっていうのはさ、このコロナの前っていうのは別に政治家っていうのはまあ言ったらどっちでもいいって言ったらおかしいけど、まああんまり必要性っていうのは感じなかったけど、やっぱ今回のこういうコロナとかになってくると政治家の重要性、まあ、国のリーダーの必要性っていうのは、ますます高まってるなっていうのを感じますよね。でね、まあそんな中で見るのが、ヤフコメとかのね、ツイッターとかで見るのは、政治家は不況の時は無償で働け、給料返上して働けみたいなコメントをね、結構いろんなところで見ると思うんだけど、僕はね、これは絶対やっちゃダメだし、ありえないことだと思うんだよね。僕はダメだと思うんだけど、周りから言われるまで、言われるわけでもなくね、安倍さんがね、3割ぐらいの給料を自主的に返還してたっていうのは、まあこれは本当に素晴らしいことだと思う。まあ言ってしまったら、お金持ちだからこそできることだよね、こういうことっていうのは。これは本当に素晴らしいことだなというふうに思います。なんで僕が給料無給に無給で働くっていうのがダメなのかっていう話なんだけど、これはね、もう結論としては一つで、それは今の政治家が責任取ってるかどうかっていうのは別にして、今まで以上に責任っていうのが伴わなくなるんだよね。これ絶対そう。どんなことでもそうだと思うけど、責任っていうのは給料の対価だと思うんですよね。お金と対価になると思うんですよ、僕は。だってそうですよね。無償でやってくれてる人にさ、もっと成果を出すなんて言えないじゃん。普通の神経してたら言わないよね。ボランティアで来てる人にさ、もっと働けっていう人は多分まあいないでしょ。だって無償でやってあげてるんだから、ぐだぐだ言うなよって言い返されるのが普通じゃん。むしろちょっとでも手伝ってあげてありがたいとは思われるしろ。政治家っていうのは、まあ、言ったら、この国の指針を示す、多くの国民の生活を決める国の代表者っていう職なんだから、高給与っていうのは当たり前なんだよ、これは。給与高くなきゃ絶対ダメだよね、これは。そうじゃなきゃ誰が好き好んでその責任の伴う仕事やるんだって話でしょ。そうじゃなかったらさ、普通にさ、起業してさ、お金稼いだら方が十分、全然いいわけだし。最近見てね、一番笑ったというか、一番頭悪いなって思ったのがさ、主婦はワンオペで24時間働いてるんだから、政治家も無給で24時間働けみたいなね、ツイート。嘘が、この人が冗談で言ってるのか本気で言ってるのか別にしといて、そういうね、ツイート見て、それから結構リツイートされてたんですけど、こんなんありえないよね。だってさ、まあ、言っちゃ悪いけど、たかが主婦の一家庭のことを決めるだけのことと、全国民、日本の全国民1億3000万人ぐらいの人の生活を決める決断っていうのが一緒のわけないよね。それ一緒にされたら政治家も怒るでしょ、普通は。僕個人としては政治家っていうのはもっと高給与、今よりも高給与に僕はしてもいいと思います。政治家っていうのはね、表に立つだけで官僚が後ろで全部考えて、うん、見上げてるだけなんだから給料安くていいっていう人もいるけど、人の表に立つっていうのが一番すごい大変な仕事だからね。すべての代表なんだから。そうでしょ、だって。会社の社長だってそうじゃん。社長が何か仕事してるわけじゃないじゃん。けど社長がすべての責任を負うから、お金が、給料が一番高いわけで。全国民の前に立つ人っていうのが給料高くて当たり前なんですよ。だからそれは芸能人とかも一緒だよね。ただね、政治家の人数っていうのは僕は減らすべきだと思います。うん。何してるかわからない政治家っていうのが今ちょっと多すぎるからね。これに対して批判が出るのは僕はわかると思うんだよね。まあね、ただ働く人、責任が伴う職には高給与っていうのは、これは当たり前の社会のこと、社会の当たり前のことだと僕は思います。で、政治家の給与を減らせって言ってる人たちがさ、もし仮に給与を減らされたら、その人たちは怒らないのかなって話だよね。そんなことはない、それで怒らない人はいないでしょ。ちゃんと僕が思うのは、給与と権限と責任。この3つを伴わせないと、
ダメだと思うんだよね。今以上におかしいことになると思う。今ができてるかどうかは別だよ。今もできてないことはいっぱいあるけどさ、ただこれを伴わせないと、それこそ誰も責任を取らない、誰も何も決めないっていうような世の中になってしまうんで、今よりもっとおかしいことになるんじゃないかなと僕は思います。これ最後食べちゃいます。真ん中のスフレがね、ちょっと酸っぱみがあってね、ほんとバクバク食べれる感じ、マジでうまいっす。さてね、今回私の話、皆さんどう思ったでしょうか。まあね、この意見がね違うよっていう人もいるだろうし、僕の意見に賛同してくれるっていう人もいるだろうし、まあね、いろんな意見があると思うんですけど、これはあくまで僕の意見なんで、まあね、共感してくれたらいいなと思ったらね、コメントだったりね、いいね、チャンネル登録でぜひ教えてください。俺の意見がおかしいよとかさ、何言ってんだって思ったら低評価でもいいですし、コメントでその理由とかっていうのを書いてくれると嬉しいです。僕自身も勉強になるんで。はい、それではね、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。